おしどり夫婦として知られる本木雅弘と八重子だが、実は揉め事も多いのだという。八重子はこう明かした。離婚は月に 1,2 回くらいお互いに考えているでしょうね。揉める原因はいつも夫が何でもネガティブに捉えるから。本木は夫婦喧嘩の収拾がつかなくなるとキキキリンに相談していたという。最終手段としてあえてキキキリンに電話して、あなたの娘がこうでこうですと言いつけていたという。一方で八重子も母からの教えをこう振り返っている。母は2回結婚して最後が内田裕也だったわけで、娘としてはなんで別れないのとずっと問いかけていたんです。すると母は、結局相手をいくら変えても自分が変わらなければ一緒なんだから変える意味がないでしょ。私は今結婚して28年経ったんですけど、結局自分という存在まで鏡で映してくれるのが結婚相手なんだなということを思って、母の言葉が染み入りますと語った。